い。じゃあまず1点目はですね、この私と佐藤さんが着てるこちらからご紹介していこうと思います、はい、まずこちら1点目が、品番が 6057C のゴールドボタンミックスニットジャケットです、はい、これは今佐藤さんが着てるミント、はい、と今私が着てるラベンダーの2色展開で、お値段が税込み6390円でございます。では佐藤さん、おすすめポイントをお願いします。そうですね、これは私的にこのゴールドボタンがやっぱりポイント、うん、いやでもそうですよね、なってて、なんだろう、すごいちょっと上品にも着れるし、うん、こうやってデニムと合わせると結構カジュアルにも着れるので、うんうん、なんか私結構シンプルにデニムと何でも合わせられるアイテムが結構好きで、うん、なので今回もちょっとそれを意識しながら選んだんですけど、なんだろう、ちょっと上品にも着れるしカジュアルにも着れるっていうのがポイントですかね。かあとやっぱり色味も可愛いですよ ね、 そうですよね、そう、ちょっとなんかパステルっぽい感じですかね、うんうんうん、でもなんかよく、うん、そうそうそう、ちょっとなんかミックスになってるんですよね、色がね、めっちゃ可愛いですよね、なんかただの紫だけじゃなくて、うんうんうん、ちょっとミックスになってるのがまたこれも可愛いんでね、ちょっと迷う色ですよ ね、 いやそうですね、可愛いから、多分どっちが推し色って言われたらちょっと迷ってます、うんうんうん、難しい。でもこっちのミントもなんかサンドピンク系ですかね、ミックス系、なんかそうですね、うんうん、よかったら近くで全然見ていただいたら、結構このラベンダーの方がちょっとガーリーに多分着れるかなっていう感じで、うんうん、こっちのミントグリーンの方は淡い色、うん、私ちょっとなんかブルーっぽい感じもあるから、カジュアルに着るならこっちって感じですかね、うんうん、確かにそうですね、もう、うん、それを参考にぜひ皆さん、あの推し色とか決めていただけたらなと。竹感結構スッキリしてる竹感で短いんで、そうですね、ハイウエストとかのボトムスとかに合わせてもらえると、うんうん、足など効果にもなるかなって思います、うんうん、です。ぜひいろいろ合わせてみてください。はい、あ、メランジっぽいミックス感めっちゃ可愛いです、うん、そうですね、ね、可愛いですよね、メランジ、うんうん、一応ね、あの商品ページが正しいお色でアップの写真とかも載ってるので、うんうん、だからそちらも合わせてご確認いただけたらと思います、はい、じゃあ他のコメントも読もうかと思うんですが、あ、ダーチーさんがボタンどんな感じでしょうかって、ボタン、うん、でもこれめっちゃ可愛いですよね、うん、やっぱりこれがゴールドなのがだいぶアクセントになってて、うんうんうん、上品感が増しますよね。確かに、なんか高見えですよね。うんうんうん、見えるか。こんな感じ、こんな感じです。おしゃれですよね。うん、可愛い。ね、めっちゃ可愛いですこれが。なんかアクセサリーとかいらなさそうですね。うんうん、そうですね。うん、ゴールドがあるので、アクセサリー代わりにこれがポイントになってると思います。うんうんうん、ね、私もそう思います。さっきコーデのコメントもいただいてたんですが、みゆまるさんがスカートコーデが多いのですが、ワンピースの上やスカート合わせでも大丈夫ですか、うんうんうん、これ今、うん、やってくれてますよね。あ、そうですね、私今マーメイドスカートと合わせてるんですけど、うんうん、全然合いますね、うん、すごいガーリーな女の子らしい感じのコーデになる、かわいい、なんかもうちょっと大人っぽい好きな方とかは黒とかにしてもらっても良さそうですしね、うんうんうん、スカート、多分佐藤さんの着てる色でもスカート合いますよね。そうですね、全然大人っぽくなるかも、うん、多分どちらもあの合わせていただけるかなと思います、うんうん、はい、あえなさんが可愛いジーパン合わせも映えますねって、うん、可愛いです、なんかカジュアル感を増す、確かに、からこうやって開けてきても、あ、そうですね、可愛いと思います、絶対可愛い、そうなんです、皆さんこれはね、あの羽織でも使っていただけるので、うんうん、あ、かわいい、でもまだ雰囲気変わるからいいですね、結構なんかジャケットっぽくなるかなって思いますね、うんうん、こうやって全部留めると結構すっきりするけど、うんうん、開けて着るとなんだろう、厚みも結構あるアイテムだから、うんうんうん、なんかより爽やかに着れると思います、なんかちょっとラフさが増して、うんうんうん、結構なんか普段着とかでも全然いけそうですね、そうですね、全然着れると思います、うん、私結構開けてるの好きかもしれない、なんかいいですよね、いいですね、また全然雰囲気が変わる感じが、うん、良さそう、うんうん、でも中ロゴとかでもいいですかね、あ、そうですね、うんうん、シンプルにもこういう無地で合わせるのもいいし、うんうん、
通にロゴティーに合わせるのとかもいいかもしれないですね。ね、でも結構お手持ちのアイテムとかともいろいろ相性がいいかなと思います。あ、ユースタグラムさんがボタン全開けかわいい。いい、また全然雰囲気変わるんでね。いろいろ合わせてもらえるかなと思います。あ、三浦さん、ボタン開けてもかわいいです。胸元のポケットはフェイクですか？胸元のポケットちゃんと入ります。そうなんです。このボタン外せば、そうなんです。入りますね。結構こういうのフェイクが、あ、でもちょっと繋がってるね。ボタン外せないけど、ボタン外せないけど、中には物は入ります。確かに、なんかペンとかだったらいけるかも。細いもの。なんかこういう細めのものとかだったら入りますね。なんか目薬とか入れてもらう。一応指は入ります。指は入ります。くっついてはないです、一応浮いてます、はい、です。あ、まほかさんが真冬に着るならどんなアウター着ればいいですかって。ああ、じゃあちょっとせっかくなんでアウター用意してるんで合わせてもらおうかと思うんですけど、そんなにあの分厚さは極厚とかじゃない、そんなにね、多分こうやって見てもらったら分厚くなくて、それも結構すっきりなので、多分アウターはね、何でも合わせ、え、そうですよね、何でも合わせる多分何でもいけると思います。なんかダウンでもこの辺パツってならないと思う、これ一応、あ、かわいい、ダウン、こういうの着ても全然着れる厚さです。いけそうですね。腕周りとかも大丈夫そうですね。全然この辺は余裕です。何でも合わせられそう。え、何でもいけそうですね、本当に。多分何でも多分お手持ちのものとかあのいけると思います。はい、あ、もちさん、着てる色交換できませんかっていただいてるんですが、ちょっと最後にまた時間があったらあの交換しようと思います。はい、一通りまずご紹介だけすいませんさせていただきますね。コートバージョン、あ、ありがとうございます。あ、いいですね、かわいい。あ、全然何でもいけそう。全然何でもいけると思います。いけますね、かわいい、めっちゃ似合いますね。かわいい。でも普通にこのコーデで着てそう。かわいい。何でも多分着れると思います。大丈夫そうです。はい。です。あ、すごい。あの、かわいい。そのアウター持ってるので真似しますって。でも合いそうです。めっちゃ合いそうでした。です。あ、そうです。胸ポケット、アメちゃんも入りそう。確かに。アメちゃんがやったら入ると思います。なんかロンティーとかだけじゃなくて、もうタートルネックとかでも全然合わせられると思うので、ぜひやってみてください。合わせてみてください。色はまた後ほどちょっとおしゃべりコーナーはあるので、その時にあの交換しようかなと思います。はい、あちこさん、ミントがグレーっぽく見える近くで見たいって。見えるかな。でも分かるかも、分かりますね。皆さんミックス分かります？ミックス感。ちょっとなんか。サーモンピンクでオレンジ系ですかね。オレンジが若干入ってる感じですね。可愛いんですよこれ。多分ちょっと画面があの ライブ越しライブやったらちょっと暗く見えちゃうかもしれないんで、あの正しいお色は商品ページ見ていただいたら、あのそちらが正しいお色なので、そちらで合わせてご確認いただけたらと思います。はい、はい、です。じゃあコメントは一旦大丈夫そうかなと思いますので、次のアイテム、今日4のアイテムあるので。はい、次のアイテムに行こうかな、はい、了解です、思います。じゃあ佐藤さんにありがとうございます。お願いします。じゃあ次のアイテム着替えてきていただこうと思います。次はあのボーダーのねトップスをご紹介します。結構こちらも多分争奪戦になるんじゃないかな、てかスタッフもねすごいあの狙ってるアイテムなんですけど、どれも春先まで結構着ていただけると思います。はるさん、春らしいカラーかわいい。もぴちゃんの色はラベンダーですか。そうです、私が着てるのはラベンダーで、近くでお見せするとラベンダーと、あとちょっとブルー系の色だったり、なんか白というかベージュ系の色とかがいろいろミックスされてるカラーです。これもねすごい高めやと思います。あとボタンが、ね、何よりかわいいんですよ。これがアクセントになるのでいろいろ着ていただけるかなと思います。あ、狙ってるやつです。ありがとうございます。次のこれですね。これも春までロングシーズン着ていただけると思います。あの皆さん大好きタートルネックとかを中に入れて着ていただいてももちろんいいですし、
あのすっきり見せていただいてもいいですし、うん、今からご紹介するのでもう少々お待ちください、うん。あ、ボーダーニットサイトで見て一目惚れしました。ありがとうございます。これはね、もう佐藤さんがめっちゃ可愛く着ていただいてたんですけど、私もあれ、これは狙ってます。結構あの争奪戦なんじゃないかなと思っております、うんうん。あともしかしたら今から見られてる方もいらっしゃると思うので、あの冒頭にね、ちょっととあるお知らせをしたんですけど、もう一度お伝えさせていただくと、今日7時にメルマガにあるものが届きます。なので今日この後の今日紹介する4アイテムは7時から発売なんですけど、19時からね、けど一旦買いに行くのもあれな、あのぜひ買いに行っていただきたいんですけど、一旦皆さんメルマガを見てください。あのきっといいことがあるので、一旦メルマガを見てから、イズトシーから配信されるメルマガを見てから、あの買いに行ってください。ぜひあの約束してください。でもしあのまだメルマガを登録してないよって方は、あの18時半までにぜひご登録いただきたいんですけど、イズントシーの商品ページサイトに行っていただいて、一番下に行っていただいたら、ここにメルマガ登録っていうものがあるので、そちらから、まあ、5分くらいで簡単にあのメルマガを登録していただけるので、ぜひもしまだしてないよって方は、これをもうきっとお得なことが、いい情報が配信されるので、ぜひ登録していただけたらなと思います、はい。あのもう登録されている方は届きますので、7時に見てください。まずメルマガを見てから商品ページというか、あのサイトの方に行っていただけたらと思います。はい。あ、まあ、まあさん、何が届くか楽しみです。あの言いたいけど言えないんですけど、あのいいことです。いいことですっていうのもはてないです。いいことです。はい。なのでぜひまずメルマガを見てから、ぜひ商品を買いに行ってください。はるさん、めちゃくちゃ いろんな色がミックスされて、そうなんです、近くで見るとね、そうめっちゃ可愛いんですよ。これめっちゃ可愛くないですか。そう、もちろんこれの中にもね、そんな首元は苦しくないので、タートルネックとか入れてもらってもこれは可愛いと思います。いろんな合わせをしていただけたらなと思います。あ、ありがとう。あ、めっちゃ